2つ来てたの。だから何が来てるんだろうと思ってたら、来たものが分かった。これね、あのね、頼んだわけじゃなくてサブスクリプションになってたの。解除するの忘れてて届いちゃったから、これはおまけ。おまけじゃない、お金払ったけど。そうだから、これと、これは買い物したもの。今ね、仕事の休憩中なので、帰ってきてベンジーとライリーを出しに帰ってきたんだけど、朝のうちに買った荷物が届いてたの。あら、もうちょっとね、遊ばせようと思ったらね、雨がね、ズワーって降ってきちゃったから。ベンジー、あ、何してんのあんた。誰が更新してくださいって言った？かわいい入れ物、頭皮ケアの会社のやつなんだけど、何が入っているんですか？ちっちゃなかわいい袋に、ヘアゴムだ、見て。ヘアゴムは冷静に嬉しいわ、よくなくすし。あー、ヘアクリップ、おー、いいじゃん。化粧の時にクリップするものなくて困ってたの。あら、ありがとう。意外と開けてる暇がなかった。帰ったらやります。仕事行ってきます。はい、開封動画の続きね、見て。マコのお茶不気味でしょ。お湯になんかフルーツが入ってんだけど、超不気味。こうやって見たら可愛いけど、サプリより頭皮のオイルなくなっちゃったから、先にそっちか、欲しかったんだけど、これが先に来てしまった。でるん、で次カレー、見て、可愛い色。なんかブルー嫌だなと思ったけど、可愛いじゃんこのブルー。なんか毎日こうやって書いていくことで、自分の人生を進むべき方向に進ませる本らしいんだが、砂時計買ったの、30分のジャーナルが欲しくて、もともとそれで見てたら、その砂時計も売ってたの、ここの会社が。瞑想するのにさ、タイマー使いたくないのね。なんか、テルルルルってなるのが嫌なの、瞑想中に。なんか、バイブスは、なんか、スピリチュアルにさ、なろうとしてるのさ、携帯の音でさ、テルルルルとかさ、タイマーになるの、ちょっとなんか違くない？それで、あ、砂時計いいじゃんって思って買ったの。その、毎朝、瞑想をする、その、やることを書く、ジャーナルを書くっていうのがマコの今年の目標なので、というかマコの目標を達成するのに、よりよく環境をするためのものを買ったの。え、かわいい、キラキラしてる、見て、かわいい、ピンク、砂、おー、砂時計だ、砂落ちてるよ、ほら見て。砂時計使ったことあるの、温泉ぐらい。温泉とサウナさ、なんか砂時計あるじゃん。だから1セント足りなかったから、だからもう一個何か買わなきゃいけなくて、だからじゃあ何欲しいよってなった時に、壁にいろいろちょっとね、あの、貼っていきたいから、モチベーション上げてくれる言葉が書いてあって、まあ、それを額縁に入れてちょっと壁に飾ろうと思って、だからこれを買ったの。でも額縁買うまでちょっと折れちゃ困るから、ここに戻したいと思います。はい、額縁ってどこで買えんの？ちゃっちい額縁にしたらさ、まじさ、部屋台無しになるしさ、なんかバイブス高くないじゃん。だからちゃんとした額縁買いたいんだけど。記録するページがあったりとか、このほら、Week of 何々 Highlight of the week、 More memorable moment of the week、 月ごとに自分のことをレビューするページがあったり、あ、めっちゃいいじゃんこれ、マンスリーレビュー、 Example plan とか。こんな綺麗な字書けるようになりたい、マコモ。あなたの、なぜあなたのゴール、例えばこういう大きい事柄に対しての自分の目標を書くページが、ファイナンシャルとか、ハッピネス、リレーションシップ。え、この本めっちゃいい。マコの、今のマコに超必要。こういう本自分で作りたい、マコ。だからもう1年かけてこれを埋め尽くして、
いろいろ毎日これにその思ってることとかやってきたこととかを書いていくっていう本だね。え、めっちゃいいわこの本。なんか5 minute something journal みたいなのがあるの。なんか5分間の日記みたいなのがあって、でそれを見つけて、それを最初買おうと思ったんだけど、マコにはちょっと物足りないなと思って、そのマコはどっちかというと人生をより良くしていきたいから、その進んでいく道をそのちゃんとキープトラックしていけるようなそのものの方が必要だと思って、だからそれでこのなんかこっちの方にしたんだよね。いいわこういうなんかね、こういうのね、うん、大事だと思う。で実際すごい迷ったのね、買うの。なんかこれもあって、なんかこれはなんかそのカレンダーとトゥードゥーリストを書くっていうやつだったから、これでいけるかなと思ったの。なんか他にもいろいろプランナー買ったんだけど、全然うまくいかなくて、今までなんかマコが求めてるものじゃなかったのね。結構合う合わないあると思う、プランナーに。何を必要としているか、そのプランナーに対して何を必要としているかとか、自分の人生の中で、その日々の生活の中で何が自分にとって必要かっていうのが分かってないと、意外となんかプランナーはゴミになる。まあ3冊ぐらいゴミになった、この1年間で。2022年はすごいマコの中で大事な年になるってマコは思ってるって気づいてる、うん、っていうマコのね目標です。今年の抱負、私の年にする。12ヶ月間振り返るっていうのをやりたいから、これはマコの落書き帳です。いろんなことが書いてる、自分のパスワードとか、逆に自分の思ってること全部ここに書いてるから、まあ危険なノートだよね、誰にも見られちゃダメなノートですね。はい、なんか意外とさ、自分のことって分かってるようで分かってないなって思う。しかも自分っていうのもさ、なんかさ、いろんな人のさ、そのさ価値観とかさ、考えとかさ、今関わってる人のさ影響とかすごい受けるわけじゃん。自分と向き合うのってマジ大事だと思う。なんかこのグレーの部分あるじゃん、なんていうか知らないんだけど、それはね、グレーが嫌なの。そもそも買った時にグレーとブルーしかなかったのね。だったらブルーよりはグレーの方がマシっていうので買ったんだけど、どうしてもマコが好きなテイストじゃないわけよ。だからここをちょっとどうにか布でなんかうまくできないかなって今考えてるんだけど、どう思う？みんな毎日ベッド可愛いのってテンション上がるよね。